はいどうも、サオでございます。本日はですね、まだ配信されてないディスニーチャイルドというね、注目アプリを、ちょっとね、紹介していこうかなって思います。で、紹介っていうのはまあ一応海外版を落としてきたので、その、ゲーム画面と、まあ今ね、事前ガチャキャンペーンっていうのがやっていまして、まあ、そこで最高レアをね、狙っていこうかなって思います。で、まずね、今公式サイト見ていますが、どんなゲームなのか、はい、さあ悪魔と遊ぼうっていうね、キャッチコピーで、まあ、絵はね、この方です。キムヒョンテさんですね、が、イラストを描いてます。マグナカルタとかでね、知ってる人もいるんじゃないかな。あと、ブレイド&ソウルですね。で、そうですね、マグナカルタは懐かしいですね。すごい子供の時にやった覚えがあります。はい、で、どういうゲームなのかですね。はい、まあ世界設定とかストーリー設定があるんですけど、まあとりあえず気になるのはゲームシステムだと思うんで、ちょっとゲームシステムの方見ていきましょう。って言ってもこれ全然わかんないですね。ストーリーが豊富、戦闘が、まあこの縦画面で、まあなんかパズドラみたいなイメージですよね。スキルは自分で打つ、パズルする必要はないんですけど、まあパズドラをイメージしてくれるとわかりやすいかな。で、全キャラ最高レアリティまで進化と。まあこれなんといってもね、特徴的なのがこのキャラたちのイラストなんですけど、まあこれ全部ライブ 2D で、ニュルニュル動きます。それはね、ちょっとガチャの方でね、見ていただけるかなって思うので、じゃあまず事前ガチャの方をやっていきましょう。自分の LINE のサブアカにね、シェアをして、ガチャをね、回せるようにしてきました。これね、Twitter ってつぶやくか、該当リツイート、あとは LINE で、友達にね、テロをするか、テロじゃない、送るか、で、まあ、シェアすると、引けると思います。すごい、ね、動くんだよね。ちょっとロードが遅くて、カクついてますけど、まあ、とりあえず外れと。まあ、引くべきなのは、今、さっき、なんとかの歌姫って子なんですよね。まあ、当たり星5で出るので、まあ、それちょっと狙っていきたいけど、まあ、多分、早送りにしてると思います。ダメだね。塩の背景は多分特性だから金のキャラとかいるんですけど、あんま別に気にしないでいいと思います。とりあえず星5低くなる。で、なんだ、2体までゲットできるっぽいですね、これ自然的に。なんで、まあその値のことをもう1キャラなんかもらうみたいなのでいいと思います。で、14キャラいて15かも。うん、そんなにキャラのバリエーションはこのガチャにはないですけど、まあ、本編ではもっとあると思います。おめでとうございますってなんかびっくりする詐欺メールみたいな。さあ来い。まあ一応昨日もね、15回回してるんですけど出てないんですね。ラスト。渋すぎる。渋すぎる。ああ、もう始まってんのね。全然わからないけど、まあ、韓国語全然わからないけど。あ、急にバトル。はい。これ全然わかんないけどキャラは可愛いですね。お、戦ってる。スキルですね。まあこのなんか通常攻撃はオートなんですかね。勝手にやってくれてます。このビーナスランブルっていうゲームを知ってますか？非常にアプリのストアで、なんかクソアプリ言われているんですけど、まあそれにちょっと似ている感じありますね。このアプリがクソと言っているわけじゃないです。あのアプリが多分なんでもないです。1万とか出るんだけど、全員同じダメージ。
これ見てるだけ？あ、スキルは使えんだ。そういうことか。スキルを使え、自分で。よいしょ。デスポッチ。はい。なるほどね。とりあえずスキル使うだけ。とりあえず今、押してスキル使ってるだけ、俺。強いな。おお。てか、敵がさ、全部ライブ 2D で動くってすごくない？女じゃないかい。チッピ触ってる。よし。てか、スピード感すごいっすね。ただ、今んとこポチポチしてるだけなので、まあ、今後、こういうね、スライド式のスキルが出てくると。いて。いいっすね。あ、バフだ。このバンコク共通バフだってわかるっていうの面白いっすよね。スキル3つあんのか。スライドと下になんか出るスキルがある。敵もスキルを使うと、まあ、なかなかいいんじゃない？あ、死んだし。急に強い。まあ RPG でよくある。RPG でよくある。即死イベントですね。まあ即死イベントかなって思って戦ってると、たまに即死イベントじゃない即死イベントってありますよね。まあ即死イベントじゃないんですけど、それは。とりあえずこれ主人公です。なんか、サイトのレビューにはなんか、頭の上についたウッコをどうにかした方がいいみたいなコメントありましたね。よくわかんないんですが、この人は、魔王らしいです。さあ、クエストやっていきましょう。まあ、こいつだけになるわけね。スライムっていうね、雑魚的にありがちの最初の敵ですね。スキルさっきより溜まんの遅いな。まあ、とりあえずスキル溜まったら撃てると。よいしょ。わかんないけど、とりあえずなんかのバフがついてるのはわかる。フィーバーっていうのが下にあるね。よいしょ。基本的にスマホって手軽なのはいいですから、まあ、こういうアプリもすごいいいと思います。なんかね、キャラがね、ちゃんと見えてないと嫌な人もいると思うんですけど、俺的にはこういうゲームの方がだんだん普及してくるんじゃないかなと。一周回って、まあ、最近やり込めるスマホゲームみたいのが多すぎて、まあ、逆にこういうお手軽なアプリが流行るってことは全然ありますからね。よいしょ。弱点をつけみたいなこと言ってますね。ボコ殴りされてるけどさ、体力減らねえんだよな。なんか回復してる気がする。はい。相手より、のダメージより回復量が多い。リジェネの回復量が多い。なんか一時期のキリト君になってますね。盗賊と戦った時のキリト君みたいになってます。はい。とりあえずキャラゲット。まあ、そう、雑魚キャラもちゃんと動くっていうね。まあ、ちょっと喫下のゲージがなんたらかんたらだよって言われましたね。体力ですかね。これ体力は全員で共通なのかな。パズドラ式ですね。まあ、このスライム系のコフィペキャラが出るっていうのはもう RPG の王道ですね。よいしょ。まあ、これがだんだんね、スピードも上がってきたらね、非常に面白いんじゃないかなっていうね。下のスキル出ました。これなんか、やるんだよね。よいしょ。バフがつきました。なかなか、面白い。しかも、勝利って書いてある。ああ、なるほど。フィーバータイム。ああ、すごい。ああ、すごいね。いいですね。フィーバーがありますね。しかも、こう、さっきの下のスキルは、なんか、ゲージがいい感じのとこに溜まった時に押すっぽいですね。タイミング系。
まあ、FF7 にもそういうシステムがありましたがですね、このゲージが溜まった時に撃てと、あの真ん中の時に撃てばいいんですね。今は完全に失敗しました。まあ、ちょっと戻ってくるのかなと思ったら、これ一発でやる式のやつですね。よいしょカットインがあるのもすごいいいと思います。それだけでモチベーションが上がります。やっぱり韓国のゲームって本当にクオリティが高いものが多い。これですね、パーフェクト出ました。いや気持ちいい、マジで。ボス、とりあえず体力も減るようになってきたな。あーやられてる。いいですね。いや楽しいぞ。はい、チュートリアル終わったんですけど、なんか重すぎて、プレイになんなかったんで、まあ、ちょっと後編は生放送でやろうかなって思います。で、後編は多分、普通にアーカイブでも残るので、見たいとこだけ、見て飛ばしてください、生放送も。まあ、そんな長いやつではないんで、全部見てもらってもいいんですけど。はい。それではね、後編へ続くと。